こんにちは、豆腐と言います。今回も顔大戦語っていきます。前回は日向が退場したところまで語りました。第1話日向 VS 影山、その構図が蘇る回でしたね。今回は日向離脱後の顔大戦をラストまで書きたいと思います。判決される勝者と敗者、そして劇的と予想されるラストは、作中屈指の名試合はどんな終わり方をするのか、ぜひ刮目していただきたい。それでは今回もどうかお付き合いください。熱が発覚し病院に向かう日向、付き添いとして島田さんが同行する。カラスの卒業生の彼ら、点は取れないが彼らなりのフォローをする。日向の離脱、この展開をハランと解説する実況に対して、鵜飼元監督、波乱のねえ春があるかい、実に落ち着いた発言。観客席ではカラスの同情が寄せられますが、影山が空気を占める。うちのスパイカーはちゃんとみんな強いですよね、混じりのない瞳ですよねの疑問文に込められる思いはあの時に似ている。稲荷作戦、田中に上げたトス、脅迫と書いて信頼と読んだ一球。影山はスパイカーが打ちやすいトスを供給した。おそらく完璧に近いトス、スパイカーとしては最高だろうが、これには大きなプレッシャーかかる。それはミスしたら自分の責任。トスが完璧だからこそセッターに責任転嫁できない。セッター影山がいるチームのスパイカーは打ちやすい最高の環境であると同時に、この信頼に応え続けなければいけない。そしてこの発言、うちのスパイカーはちゃんと強い。これは以前いただいた菅さんからの教え。インターハイ予選の正常戦で孤独の王様を出した。一応あの時もなんとなく理解したようなやり取りがありました。あれから影山も成長しようで、今となっては完全に理解している様子。影山の一言でスパイカーたちも制裁を取り戻す。横暴でなくても一言で指揮を取る風格はまるでコート上の王様。これには元セッター鵜飼さんも震える。影山の振る舞いについてこう語ります。すげえセッターって詐欺師みたいだなって思ってた。敵のブロックを欺くってのもあるけど、味方の片一方のエースにお前がエースだ、いざという時はお前に託すといい。対角のもう一方の裏エースにも同じことを言ってその気にさせる。敵ブロッカーに効かせるために言ったりもする。そういう意図がなくてもいつも率直で誰よりもストイックな奴の言葉に振り立たないわけがない。鵜飼さんは菅さんと同じような境遇で、当時3年生にもかかわらず正セッターのポジションを後輩に捉えていました。その後輩セッターがまさに詐欺師みたいなセッターだったのかもしれません。身近なセッターで言うと及川さんみたいなタイプでしょうか。気配りができて言葉巧みにスパイカーの力を引き出す。悪く言うとクソ垂らし野郎。しかしクソ野郎で嘘半分だとしても、結果的にスパイカーの実力を発揮されるならそれはセッターの手腕だが、影山は詐欺師の類じゃない。気配りや言葉を巧みに操れない。でもバレーに対して誰よりもストイックだから、結果的に天才詐欺師よりもスパイカーの力を浸してしまう。これがいいかどうかはスパイカーによる。人によっては精神力がついてこれずプレッシャーに負けてしまうでしょうが、今のカラスノに限ってはそれはそうです。試合を中断させたことに大さんが一言詫びる。影山は空気を締めた。でもチームをまとめ上げて士気を上げるのはやっぱり師匠。カラスノの現状を再確認。経験不足、準備不足、全部ひっくるめて俺たちの実力、観客席も含めて総力戦、まさに一致団結。日向の戦力ダウンを感じさせない勢いです。対して関王大、主将諏訪が静かにこぼす。流れなんかない。関王大はいつでも一定の力を発揮するのが特徴。安定の関王大と激震のカラスノ、ここからは正真正銘の最終決戦。コートを去った日向、やっちゃんと一緒に病院へ向かう。そこへ意外な人物が訪れた。猫間の脳、小爪研磨。そういえば善は無言で立ち上がっていましたね。日向の元へ向かっていた。柔らかい笑顔で囁く。友達を励ましに来た。研磨推しが爆死する発言。黒ならまだしも、人付き合いの苦手な研磨がこんな言動をするとは。爆死に拍車をかけるのが友達の表記。漢字ではなくひらがな。研磨は初登場あたりで友達というものをこう語っていました。昔から自分から友達とか作れた試しがない。この時は友達の表記はカタカナでした。研磨の中で友達という存在に距離を置いているのがわかります。次に研磨の口から友達とこぼれるのがこちら。ゴミ捨ての決戦中、虎の回想シーン。日向のことを自然に友達と呼んでいます。バレエを通じて研磨に友達ができた。漢字表記でもいいのに、あえてカタカナとひらがなにして研磨の心情の変化を表す。カタカナだとどこが硬くて距離を感じるけど、ひらがなだと柔らかくて親しみを感じる。漫画ならではの配球らしい表現。研磨の優しさに日向も涙腺が緩む。そして研磨が手を後ろにやってるのにも意図があった。病院に行きながらも試合が見たい日向。研磨にお願いするとそこまで読まれていた。なんと研磨は初めからそのつもりでタブレットを貸すために持ってきていた。日向の心理を全部見抜いている。まあゴミ捨て場の決戦中、戦況や日向の心情をあそこまで見抜いていましたから、当然といえば当然かもしれませんが、研磨の心理戦プライベートで使うとこんなことになるんですね。対友達だからいいものの、対恋愛になったら多くの女性を手玉に取りそうで怖いです。まあすでになっている人もいるかもしれませんが、とにかく研磨が自ら動いてくれたこと、我々としても嬉しいですね。
ちなみにこれには続きがあります。席に戻った研磨、友達を励ますことがどうが恥ずかしいみたいで、言い訳みたいなものをなんかゴニョゴニョ言ってます。危機に耐えない研磨を黒が遮る。しんどい時は友達の顔を見るだけで救われるものよ。全てを見透かしたような顔、なんかムカつきますよね。ムカつくけどかっこいいんですよね。溢れる兄貴感というかお父さん感というか、このおまけページってだいたいクスって笑える枠だったのに、急にいい回ぶち込んでくるのやめてほしい。しれっと株上げる黒がずるいし、ずるいけど嫌いになれない、なんなら好きになっちゃう。全国大会初出場成田、挨拶代わりにドシャッとを食らう。入りたてのスパイカーを使う影山も強気ですが、冷静なカモダイはそれを凌駕する。実況はカモダイブロックを褒めようとしますが、最終的に誰が止めたのか正確にわからなかった。ヒルガミか、それともガオか、選手としては名前を呼んで褒められたいはず。至極当然のその感覚がカモダイにはなかった。特に3年生たち、野沢さんが自分たちの強さを語る。派手に名前を呼ばれるのは、高麗と幸郎だけで十分。名前を呼ばれたい。いかにも男子高校生らしい感覚が彼にはない。そして、諏訪さんも付け加える。カモイダイの誰かがまた止めた。そう言われることが俺たちの強さの証。カモイダイの主将、諏訪愛吉。正直地味な印象。もっと正直に言うなら、なんか成田に似てる。見極めのコツは眉毛ですかね。成田が細くて、諏訪がちょっと太め。印象に残りにくい主将ですが、目立たない。名前を呼ばれて、称賛されない。それが彼の誇りのようです。カモイダイの武器は言わずこもなブロック。しかし、悟りのような一人で止めるゲスブロックではない。さらに、矛の中に紛れる優秀な盾がいるわけでもない。一番の武器は、パンチリードブロック。束でこそ最強。誰かがすごいのではなく、みんなですごい。チーム一丸となって淡々と強い。彼ら3年生が目立たないのは組織の統制を保っているから。個人で褒められないことはチームの称賛を意味する。どこが上品で大人でかっこいい感覚ですね。一方日向、タクシー待ちのようです。やっちゃんは必死に涙をこらえる。一番泣きたいのは本人の日向。日向の前で泣かないのは彼女なりの優しさですが、すごい形相ですね。一緒に試合を見守ります。さっきのドシャットを取り返す成田。やられっぱなしで終わらないのはさすが影山。試合は加速する。互いにサーブを決めるエース。第2セットから覚醒した朝日さん、いつも以上に頼もしい。次は昼髪のジャンフロ。西野は優秀なレベルだが、ジャンフロが苦手でした。しかし稲荷作戦で自信をつけたのか、ジャンフロにも臆せずナイスレシーブを決める。守護神のヒーローもガッツポーズ。変数は21対22。カモデイが1点リードしたまま進み、ここでメンバーチェンジ。アウトはスワとガオ。代わりの2人は初登場キャラ。セッター徳倉リアム、ウィングスパイカー乗倉勲。乗倉は身長184cm と高身長。実況が言うには彼はブロックが得意のようです。それにしてもどうしてこの局面で2枚も変えるのか。このメンバーチェンジで前衛は後継は3枚のままでブロックも高くなったし、多分まだあんま守備が上手くない2m10番、ガオの守備も補える。でローテ半周したらメンバーを元に戻すんだ。なるほどの一言ですね。ゆっくり整理しましょう。まず、諏訪と乗倉の交代。諏訪はセッターだから、前衛の後期枚数は野沢と別所の2枚になってしまう。そこで乗倉と交代すると、前衛スパイカーは3枚。しかも諏訪は身長 177.8cm で、カモデアの中ではそれほど高さがない。そこに 184cm、乗倉を投入することで後期とブロックを強化した。しかしそれだとセッターが不在になる。そこでガオの代わりにセッター徳倉。彼の身長 173cm で、ガオより 30cm 低いが、後衛ならさほど高さの問題はない。さらにガオより守備は上手い様子。よってセッターの仕事をしつつ、ガオの守備力を補填。気持ちいいほど長所と短所は噛み合ったメンバーチェンジ。驚きなのが、これを日向が解説したこと。身体的成長だけではなく、知識の成長も感じられます。強いターンが続くカモダイ。徳良のサーブから再開。矛先は朝日さん、エースを牽制。コートにはもう日向はいない。だがカラスノには彼がいる。次期エース田中龍之介。自らを無敵と豪語し、超インナークロスを決める。おとり不在の中でもカモダイブロックに引けを取りません。盛り上がりを見せる会場。今のカラスノはおとりがなくても戦える。僕はそう思っていましたが、僕とさんが少し補足する。ずっとカモダイブロックの分厚い壁からなんとか取ってた点だった。でも一度分断された壁から見えた景色はブロックをぶち抜くイメージをくれる。数プレイ前に田中はノーブロックを体験した。日向のおとり効果あったとはいえ、田中に自信と勇気を与えたようです。不思議なもので、同じ難易度でも一度できたことならまたできると気持ちが前向きになりますよね。日向がもたらした功績は我々が思う以上に大きいんでしょう。おとり効果の余韻はまだついている。コートに日向はいない。しかし武田先生が言っていた、今この瞬間もバレーボール、この一瞬さえも糧にしみせる。見逃しなるものかと試合の最後まで見つめます。点数は22対22。
影山のサーブから、もうあと3点くらい、こいつのサーブで取ってくれ。カラスノ勢はそう願うでしょう。その思いを野沢さんが阻む。彼のプレイスタイルは最高を求めない。A パスの最高よりも、とりあえず触る最良を。そうすれば、仲間が何とかしてくれる。カラスノのチャンスボールになるはずだったのに、ベッシュがダイレクトで押し込んだ。しかしそれを西成が拾う。ハイレベルな攻防に実況も熱が入ります。ボールは月島に託される。影山のような高度なトス回しはできない。そして月島はオーバートスが苦手。多分それは本人も自覚している。だからせめて丁寧に。不格好でも不器用でも自分なりの最高の献身をスパイカーへ送る。この心がけを得れたのは1年生合宿で五色の怒りを買ったから。月島が同年代に怒られる珍しいシーンでしたが、今回は五色の9打点を超えたようです。田中のお箱、超インナークロス、3枚ブロックと真っ向勝負、伊達校もたじろぐ田中の技量。浜田屋はリベロが拾ったが、そのままカラスのチャンスボールへ。息つく暇もない中で助走距離を確保。今コートに最強のおとぎはいない。それでもコンセプトは変わらない。殴り合いを制する4枚のシンクロ攻撃。その時月島に異変。ジャンプと同時に足をつってしまった。影山は月島にトスを上げていたようで、そのまま失点へ。魔の3日目、その手がついに月島へ差し掛かる。月島はすぐにプレイができないため一旦下がります。耐えられないと目をそらすやっちゃん。月島の離脱も痛いが、問題は誰が代役を務めるか。今まで日向もしくは月島が一時的に下がることはあったが、2枚のミドルブロッカーが同時に下がることはなかった。鵜飼さんが菅さんと山口に視線を送りながら思考を巡らせる。本来のポジションなる山口、高さ的にも2個ローテを回せばサーブだし、でも総合力と経験なら菅原、それにの後に続く言葉、我々なら大方予想できますよね。おそらくこうでしょう。それに菅原は3年生だから、もっとわかりやすく言うと菅原は3年生で、これが最後の試合になるかもしれないから出してあげたいという両親、つまり情けをかける選択。菅さんは後輩セッターにポジションを取られている立場、そして鵜飼さんも現役時代同じ立場だった。だから菅さんの気持ちが痛いほどわかる。菅原の気持ちを汲みたい。でも優先すべきはチームの勝利。鵜飼さんの思考を見透かすように、なんと菅さんが自ら進言した。今のローテと点数なら山口だと思います。影山前衛なら影山攻撃参加ありですけど、今光栄だし、あと学年なら関係ないんで情けなんていらない。そんな表情です。選手の強い一生時に鵜飼さんも冷や汗。コートを去る月島、ブロックの司令塔として忠告を残す。ブロックは全体、コートをよく見ること、サイドとの間を空けないこと。2、3年生がいるにもかかわらずがっつりタメ口、逆に先輩たちが敬語になってるの面白いですね。ブロックに関しては月島が一目置かれてるのがわかる。それよりも先に足を優先させたい清水さん、まるで鬼の形相。この一コマ、突っ込みどころが多いです。コートの中は情報が溢れていて更新も早い。誰が離脱しようと絶望してる暇なんかない。山口、今大会初のスパイク、ピンサーの印象が強かったからなんか新鮮です。一番驚いてるのが山口本人で、一番喜んでるのが菅さん。見たか、うちの後輩って感じ。それにしても生えたての山口をいきなり使う。鍵山の強気の姿勢、稲荷崎の一行も笑うしかない。23対23、1点の重みは最高潮。とにかく目の前の1点、1点取る。今まで何度もやってきたことに全力を注ぐ。劇的でもなく奇跡でもなく、この1点が淡々と鴨田へ流れる。先にマッチポイントを握ったのは鴨田。カラスノは春高予選から通算するとマッチポイントを何度も乗り越えてきた。しかもこの1点を取ればデュース、きっとまた逆転してくれる。そう信じたい。鴨田へのチャンスボール、昼髪のスパイクを山口がワンチ、ミドルブロッカーとしての意地を見せる。しかし繋ぐだけで精一杯なカラスノ。再び鴨田のチャンスボール。鴨田の観客席では、ここで決めろ、そう言わんばかりにラストコール。もうダメかと思ったその時、ダイさんが挙げた。この男に何度救われたかもう分かりませんね。多くの大将たちがうなる。これがカラスの師匠、沢村大地、その名に恥じない活躍。そして最後はやっぱり彼。一度は仲間からの思いで押しつぶされそうになった。しかし自らを肯定できた今、思いを力に変えることができる。誰よりも優しいエース、東の朝日 VS 最強の鉄壁。ブロックは脅威だけど、カラスのスパイカーはちゃんと強い。轟音と共に吹っ飛ばす。おとりなしでこの実力。日向が最強のおとりとなったこの試合、おとりの魅力が詰まっていました。最強のおとりはかっこいい。仲間がいないと成立しないその役割は、バレーならではの魅力を体験していました。それでも、トスが乱れた時、ここぞという時、託されるのがエース。小さくても3枚ブロックと真っ向勝負できるのが、小さな巨人。その姿も、やっぱりかっこいい。ブロックの隙間を狙ったスパイク、レシーバーがギリギリ反応した。しかし、捉えきれなかった。西根の腕を弾く。カラスの奇跡をたどるように、戦友たちが映り込みます。みんなの表情を見ると、本当に最後の一瞬まで、勝利を諦めてないのが伝わりますね。第367話、タイトル、
俺たちの春が終わる。春の高校バレー全国大会、原園高校準々決勝敗退。ここで僕はこんなことを言うのは失礼と思いますが、こんなにあっさり終わることあります？数話前までこんな感じだったんですよ。カラスのスローガンを体現する勢い、それが気づいたら主人公離脱、さらにカラスの敗北。僕はこのラストをあっさりと感じるのは、過去のラストが劇的でメッセージ性のあるものだったからです。それを春高予選の成城戦から振り返ってもいいでしょうか。準決勝の成城戦、ラストは変人速攻、日向の成長を決定づけるものになりました。インターハイ予選で敗北したラストは変人速攻を読まれるというものだった。成城にリベンジを果たしながら、日向が空中戦で勝負できるようになったのがよくわかる。次は白鳥沢戦。コンセプトの戦いと名付けられた名試合、高さとパワーを振りかざす王者に、カラスノは数という武器を巧みに使って勝利した。個を極める鷲尾先生のバレエ哲学に一石を投じるラストとなりました。そして全国大会初戦の椿原、ラストのプレーではコートに第3朝日さん、菅さんがいた。今となっては頼もしい3年生。彼らの入学時を知っている元師匠。たくましくなった姿に感動した。カラスの歴史を感じるラスト。そして、稲崎戦。ここまではカラスのスパイクで終わることが多かったが、双子速攻ドシャッとして終わります。どうして止めれたのか、月島は解説してくれました。要約すると、変人速攻は無敵じゃない。速さは最強じゃないと、我々読者に改めて教えてくれたラスト。次は猫魔戦。これまでと比べると、あっさりしていますが、とてもメッセージ性があります。どんなメッセージかというと、猫魔田監督が初期に言っていたバレエ哲学。強いスパイクを打てる方が勝つんじゃないんだ。ボールを落とした方が負けるんだ。まさにこの通りの負け方。スパイクでもサーブでもブロックでもない。研磨が手を滑らせボールを落として試合終了。さらにこのプレーはコートの12人全員がボールに1回以上触れています。猫間の魅力が詰まった上品なラストでした。以上がここまでのラストプレーです。劇的で感動的でメッセージ性があったと思います。対して花王大3年生最後の試合は予想以上に淡々として終わりました。正直言って僕はこれといって語ることがないんです。強いて言うなら作者はあえてあっさり終わらせたかったのでしょうか。主人公が会場にいないのも興味深い。一つ言うなら星海コーラのスパイクで終わったことでしょうかね。乱れたレシーブでもトスが集まる。小さくても3枚ブロックに打ち勝てる。これは最強のおとりではなく小さな巨人の魅力。最強のおとりもかっこいいけど、やっぱりエース小さな巨人もかっこいい。そんな終わり方でした。僕はもう拾うところがないので、もし皆さんの意見があったら聞かせてほしいです。他に作者の意図があるのか、もっと劇的なラストが良かったのか、あえて淡々と終わらせたこのラストに満足か、どんな意見だろうと、第1話から見た人なら花王大戦感動必至の一戦だったと思います。今回はここまでにしようと思います。花王大戦のラストいかがだったでしょうか。淡々と終わったからこそ何か含みがあるような気もします。もちろんこの後試合の余韻と言いますか、各々の思いが溢れるシーンが続きます。肝となるのが何と言っても3年生の引退。この1年の奇跡が綴られます。手を焼いた後輩、お世話になった恩師、語りがいのある回なんですけれど、僕が一番語りたいのが木張田監督の発言。この発言はまるで作者の思いを代弁しているような読者に対するメッセージ性を感じます。花王大戦ラスト楽しみにしてもらえると嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。コメント高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。